皆さんこんばんは、水野です。大坪です。イエイエイ、はい、はい、今回から始まります世界の食卓ごっつぁんですはですね、料理を作ること、そして食べることが大好きな私たちが世界の食についてキーワードをもとに想像し、各国の料理を作りごっつぁんしていくそんな番組になっております。変わってないんだね、やっぱりこの企画は。変わってないですね。やっぱりキーワードをもとに想像し、作る、食べるだけじゃなかったね。やはりそうですね。この間さ、まあ、食べる専門ってゆかちゃんが言ってたのが、はい、ずっともう心の中に残ってて大丈夫かな、大丈夫かな、大丈夫かな、大丈夫かな。あの結構あのフィーリングとカリスマ性には優れてるので、あ、ちょっと自分で言っちゃった、はい、なのであの、ま、インスピレーションを受けたまま想像しながら作るのはまあ得意ですね。じゃあ逆に、はい、そのこうしてください、ああしてくださいって決められるより、うん、こうちょっとヒントがあるぐらいで、はい、自分でこうクリエイティブ、はい、想像して作る方が得意なんだ。まあ、そうですね、作ったことないですけど、はい、作ったことないで女子力の高い学びさんがいたら大丈夫だと思います。いや、なんとかこうあまりにひどいところに行ってしまった時に、はい、軌道修正できるように頑張りたいとは思います。いや本当にお願いします。大丈夫かな。はい、というわけで私たち某都内の、あ、都内の都内の某キッチンスペースに、はい、来ましたけれども、ましたちょっと食材がいっぱいね、ありますけど、はい、トマトペースト、はい、あ、チリパウダー、なんかスパイス類があったり、お肉があったり、うんうん、野菜もあったり、なんか蒸し器とかもありますけど、でもなんかね、いろいろ探せば中にあ、いろんなものが出てくるんですけど、とりあえず用意されたのはこれ、そう、用意されたのはこの食材と、あと冷蔵庫とか、なんか怪しげなヨーグルト、ヨーグルトもこのまま食べても美味しい。このまま食べよ、違いが分からなかったら、はあ、何を作るのかな。水野さん結構料理の先生感すごい出てますよ。見た目がね、見た目がちょっとこうなんか新人の料理研究家みたいな。でもアシスタントの立ち上がる、立ち上がるすごい出てる。なるほど、と言ってできたものがこちらになります。大丈夫です、差し替えです、はい、差し替えです、はいはい、でも今回差し替えなしですか、ね、はい、作るんでしょうか。お、あ、来た、ね、ヒントが、チベットネパール料理モモ、今日作るのはネパール料理のモモ。モモちゃん、モモちゃん知ってます？いや、私ね、え、ちょっとわかるかもしれない。あ、これはミスじゃないですか。あれ、ちょっとわかる。私前に読んだ漫画に出てきたモモって、モモちゃん、はい、なんかキーワードが書いてあるんですけど、1、かつては特別な日に食べてた料理、これ全然作るのに関係ないですよね。特別感は出せないもんね。食材はよく混ぜる、よく混ぜる。3、皮で包まれたものをスパイスの効いたタレと一緒に、スパイス、あ、スパイスタレはある。え、でももうそこでいいんじゃん。いやいやいや日本料理になっちゃいます。これだけですか？これだけで、と、あとこの材料で作れと。でもよく混ぜるんであればハンバーグみたいにしたいわけじゃないですか。そうだね、ハンバーグみたいのを作っ、うんうん、種を作って、あ、なんかこう入れて、あ、好きなもので、好きなもので作るんで、で、この辺のスパイス混ぜて、絶対美味しいじゃないですか。はい、じゃあ、はい、はい、煮干しがつきましたので頑張ります。頑張ります。ではまず、はい、先生、よく混ぜる、よく混ぜる、混ぜるものから作っていきましょうか。よく混ぜるものといえば、ひき肉かな。ひき肉に、うん、多分、玉ねぎ。そうだね、玉ねぎ入れたい。餃子とかの感じでいくと、トマトも美味しいと思います。トマトも少し水分が出ていいかもしれないですね、はい、そのさ、はい、青いやつさ、青くて長いやつ、ニラかと思った、これ。あ、葵ちゃん。葵ちゃんはネギちゃんだった。ネギちゃん書いてないですか、ね、これがニラだったら結構餃子近いのかなと思ったんだけど。青ネギって書いてますね。青ネギか。で、まあ薬味で一緒か。あ、違う違う。うん、そうですね、ネギ。
じゃあこの辺と、あとせっかくだから、はい、私の好きな生姜、はい、どうぞ。ニンニク、ニンニク、ニンニクは入ってるんですかね。餃子だったら入ってるけど、うん、まあ手が臭くなるし、やめとく。じゃあやめときますか。おパクチーはどうします？おパクチー、パクチー大丈夫だと思う。はい、あ、いや、大好き。もしあれだったら細かくして入れてみる。ね、とりあえずこれをたちを切り刻み、はい、切り刻み、混ぜ、混ぜましょう。ここまでやりますか。はい、どうしようかな、先に野菜やろうかな。あ、はい、うん、いいと思う。じゃあまずは玉、いや、トマトからかな。トマトから、じゃあなんか適当に私も。よし、じゃあトマトいきます。えいや、こいさ、あ、すごいよく切れる包丁。なんかこの包丁いい包丁ですね。ね、素人目に見て関間五六というやつ、うん、よいしょ。それをどうする感じですか。なんかこれを細かめに、細かめに、うんうん、どうするつもりで私切ったんだろう。うんうん。でも細かめかな。細かめにしますね。なんかサラダとかにしちゃったら可愛い。それいいね。トマトさ、添えようよ。添えましょう、うん、じゃあ私添える用のトマト作りますね。それ何個か作ってはい、あ、でも上手だね。本当ですか。ちょっとでかいかな。よし、次何やろうかな。ネギ、はい、大物にいく感じですね。はーい、あ、もう切る前にもうちょっとすごい、シュート目みたいになってる。切る前にもうちょっと水切った方がいいかもしれない。切ってから水切りづらくなってるから。いいですか。鼻息いる。でもあとでマイカットする感じ、うん、お、はい、このまま混ぜる。ちょっと大きい、大きいかな。どうだろう、大は小を兼ねない。兼ねないですね、この場合。あんまり。うん、ちょっとネギ頑張って細かくしたんですけど、どうですか先生。それいいと思いますけど、はい、本体からまず切るときにもうちょっと細かくした方が良かったかもしれないですね、はいはい、先生。もしかしたらさささ、もうちょっと切ってからでいいよ。ちょっと自分溢れさせちゃう傾向が、あ、傾向が、はい、じゃあ、じゃあ、はい、どうしよう。いやー、あ、なんか見てる人とかにすごい突っ込まれそうだね。あ、ですね。全然いけそうじゃないよみたいな。大坪猫手できてねえよみたいな。私もできてない。あ、もうゴロゴロしてきた。あー、メリクルー。本当？はい、全然ない。風かな、風できてるのかな。なんかね、全然昔から信じてもらえないんだけど、はい、コンタクトレンズが入ってるの今。あー、なるほど。コンタクトレンズをしてると玉ねぎが目に染みないって。ラガン、ラガン。え、信じてくれてるってこと？はい、誰にも信じてもらえないわ。そんなことがあったんですね。ほぼ平気、ほぼ、うわー、うん、超こっちにダメージしてます。本当？そんなに？あ、でもネギとダブルズだもんね。え、ネギも来るんですか？来るの、来るんじゃない、うん、少し、同じネギの仲間じゃないの。こんな苦労して切ってるけどさ、はい、合ってんのかな。確かに。もちゃんとももちゃんになっているのか、ももに近づいているんだろうか。いや、ほら、最悪餃子ができるよ。そうですね、うん、餃子美味しいから大丈夫ですね、うん、よし。さあ、ちょっとお菓子作り編とかもやりたいな。ああ、それはね、絵が可愛い。そうですよね、絵の可愛さを求めた。どうでしょう、うん、あとは何を切ったらいいんだ。ニンニクを切りましたっけ。ニンニク、どうしよう、ちょっと悩むとこだけど、いいんじゃないですか。ニンニク切るの初めて。なんかこの辺のとか切れ目をバヒって入れて、はいはい、なんか剥いて、うん、皮を剥けば、あ、出てきた、出てきた、出てきた。なんかみかんみたい。あ、みかんの下みたいなこと。はい、すごい、あれだね、野菜を見た時の感想がピュアだね。よし、じゃあニンニクが入ったら、はい、肉を入れていきましょう。よっしゅー、よっしゅー。はい、ではじゃあこっちからお肉を入れていきたいと思います。はい、
これ全部使っていいんだよね。使っちゃう？使っちゃいましょうよ。肉は多めが嬉しいね。なんで。はい。では肉を。おお。おにんにくの香り。先生どうでしょう。いいと思います。はい。粗みじんってやつね。粗みじん。いいと思います。じゃあこのそれぞれのボウルに 3つに分けてにんにく入れてください。シュッ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 。はい。ではこれはちょっと置いといて、はい、はい、そしたらじゃあそっちにひき肉入れましょうか。はーい、はーい、はい、入りました。で、はい、ギュッていくんですが、この段階で少し味付けをしておく。あー、いいですね。ごま油、油いるかな。塩、まあ、塩はしとこうか。塩しときますか、うん、何塩ぐらいいきます。何塩ぐらい、まあ、適当に、はい、シュシュシュ。おお、結構、あ、結構いきますね、はい、あ、結構いきますね。でちょっと少なめにしとこう。で、あとはヒントに、はい、スパイスの効いた、あ、でもタレと一緒、クミンが効いてるのはタレなのか。コリアンダー、ターメリック、カレーのやつだ。なんかね、カレーの味する気がするんだよね。じゃあカレー私の方入れておきますよ。私も入れたい。あ、ちょっと私ね、この辺のたまに、ありがとうございます。あ、じゃあすいません、こちらの方もお願いしてもよろしいですか。はい、失礼します。みんながスパイスの瓶でさ苦戦している、苦戦している間に私結構入れちゃうかな。その人目を。スパイス大好き。いいですね。な、どんな味なんでしょう、ね、いい匂い、いい匂い、超好きな匂い。おお、おいい香り。私も入れたい。どうぞ。じゃあターメリック、私よくわかんないけど醤油入れときますね。いいかもしれないね。はい、よいしょ。あと何だろう、入れてないもの。ごま油とトマトペースト、ヨーグルト。トマトペースト入れよう、絶対美味しいよ。はい、トマトペーストって何にでも美味しくなる。そんな魔法の。そうそう、じゃあ2人で半分ずつ入れましょう。あ、おお、大胆。さすが真奈美さん、大胆です。あんまりパッカーないけど。だってさ、しょうがないじゃん、レシピとかないのかね。まあ、うん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 、全然違うよ。入りました、はい、じゃあここからもみもみタイム、もみもみタイム待ってました。思います。混ぜる前はこのような感じに、はい、最初からスパイスも入れちゃう方式をとっております。時間の関係上、香りがすごい、ね、いい香り、届けほら、もっと美味しくなりますように、はい、ではこねます。こねます。はい、おお、そういうもんなんですね。あ、でも美味しそう、美味しそう、うん、いや美味しそう。いや、これ1回目から成功しようとかいうパターンじゃない。ねえ、ですね、ね、いいですね。なんか こねてると料理作ってる感出ますね。出るね。入れようかな。どうした。いや、ちょっとそれ中二心が、あいつの敵はみたいな恨みを。なんかこんな感じでいいのかな、持ち方。持ち方よって感じですか。よいしょ。すっごい大雑把。私にもちょっと振り返って良さそうだけどね。本当ですか。少し入れよう。ストップ入れてください。はい、はい、ありがとうございます。こんなところで小麦粉が役に立つとは、ねえ、使い方が合ってるかわからない。じゃあ、種がこんな感じで完成しました。できました、うんうん、ここまではまだ順調？順調ですな。かな？春巻きとシューマイと餃子、どれで包む？あ、もう一個あった、ワンタン。あー、ワンタンか。
春巻きはちょっとでっかいよね。まあこれをこう切ればこう長細く包んでおいて、後で切るスタイル。後で切る。あ、私春巻きにしようかな。やってみる。はい。じゃあ私は最初のイメージからあまり外れず、餃子の皮で、おーい、餃子風に包みたいと思います。はい。あ、まな板がないと。あ、あ。ぽい、まなびさんぽい、あー職人ぽい、いい、いい、い、私も早く春巻き職人になんないと。春巻き期待してるよ。ちょ、あ、ちょっと待ってよ。これでこの後、焼く、蒸す、焼く、焼く、焼いた方が美味しい気がします。じゃあさ、春巻き焼いて、はい、あ、そっち蒸しますか。私蒸そうかな。おー、イエス。どっちかが合ってればいいよね。ですね。ただ確かに。よいしょ。からの一回転。あ、でもからの包む。いや、見た目完全トルティーヤだね。そうですね。これは美味しい春巻きができそうです。新しい料理が生まれるよ。ももとは。ももとは。良くないですか。美味しそう。なんかお祭りで出てくる食べ物みたい。でもいいんじゃない。特別な日に食べた料理だから。そうだ、このお祭り感 は5日ぐらい前に初めてボルダリングをしたの、はい、おー、かっこいい。なんかあの3回挑戦したぐらいだったんだけど、はい、もう次の日は再起不能だった。再起不能。やってみたいです、ボルダリング。面白かったけど全然できなくて、はい、私この筋力ではなんかピンチの時死ぬなと思ってそれは困りますね。そうと思って、ちょっと自分を鍛えるためにも少しやろうかなって思ってるところでした。なんだ、あんまりしないですね。足とかすごい速そうじゃない。いや、それほんと言われるんですよ。あと、めっちゃ泳げそうって言われます。あー、泳げもしそうだし、うん、このポニテ感は今日、それ今日に限ったことじゃないですかこのポニテ感は、これ絶対陸上速い、速い、速い子の髪型だよね。すごい、なんかあいつ強いみたいな感じでめっちゃ見られましたもん。へー、学生時代。はい、うーん、そんな気がする。バスケとかすごいできそう。あ、バスケやってました。あ、そうなんだ。このポニテ感はバスケな感じ。あ、確かにバスケの時ポニテにしてました。美味しそう。味とか超心配。あとあれだよ、タレも作んなきゃいけないんだよ、この後いそいそ、シェフの気まぐれ料理すぎますよね、私たち。本当だね気まぐれにならざるを得ないんだけどよいしょ。あ、乗せすぎいや、なんとかなるっしょ。なんとかなるかな。いや、リコちゃんならなる。あ、そっちあ、でも上手いいな、それ作りたい、私もシュウマイかいみたいなでもシュウマイっぽくて美味しそうだよ。まあ、ちょっと完全に雑ですけど、これ。え、全然良くないこれ。バラ感、バラ感が。でも絶対いいと思う。ここのなんか上にちょっと一個パクチー乗せとけばなんとかいいと思う。それ作ろう、それ作ろう。出ちゃったな、カリスマ性出ちゃったな。出たね、これがカリスマ性。分かったよ、カリスマ性の意味が。でもなんかちょっとわざわざこう絵に抜かれるとちょっと恥ずかしい。このクオリティ。え、どうやったの？こうやって普通にポンと乗せすぎて、乗せすぎて、乗せすぎて、もうこう包んじゃった感。このくらいの時？はい。でこう包んじゃった感。包んじゃった感？どうやってやった？なんかさ、こうやってやればいいのかな？あ、そうそうですね。あ、まさにシューマイの感じだけど。もうこれかな。
うまいね。なんであんなにうまくいったのかもよく分かってないですけど、自分で。どうだ、こんな感じ。あ、いいっすね。なんか、おもむろに始めたね。よいしょ、よいしょ。こんなもん。おい、つかない。つかない。え、マジで？あ、これね、違う。魚焼き器。違う匂いがしてきたね。ですね。抜けてる。よいしょ。よし。こちらも餃子バージョンがこんな感じで、はい。収まりました。よくわかんないけど蓋閉めました。蓋閉めました。はい、火はついてますか？火は全く、また魚焼き器見ちゃった。ついてます。ついてます。よいしょ。おお。アルデンテ。お湯が沸いてる。チョコセットして、うんうん、おー、そして蒸してみます。一回中見てもいいですか？はいはいはい。あ、おー、こんな感じで。あ、結構焼けてるよ。ほんとだ。あ、おいしそう。おいしそう。焼け目はおいしそう。焼け目はおいしそう。なんか餃子とか水入れますよね。あ、そうだね。もう入れていいと思う、入れるんだったら。怖い。学びたねは全部包みました。足りなさそう。足りなさそう。いいじゃない？ちょっといいよ、いいよ、大丈夫だよ。お、いい感じ。なんか見たことある感じ。ね、そうですよね。ふぅ、これで芝の精度が近づいてるね。あ、こちらも5分経ちました。あ、虫が5分。ちょっと火を止めて。熱そう。様子を見てみます。おー、もうちょっとかな。もうちょっとかな。中がね、まだ赤いもんね。じゃあ、あと3分。スパイスの色なのか。1分ぐらい入れてみたいと思います。これ、もう見てて食べたいって思う人いるんですかね。どうだろう。負けちゃった。パラパラと、すぐパラパラと出る。なんかすぐなんか見たがっちゃいますね。やっぱ向いてないよ。こういうの待たなきゃいけないんですもんね。ちゃんとそうね。お肉とかもあんまりひっくり返さないもんね。魚とかね。お待つのも料理の重要な待とう。待とう。逆に入れない方が良かったのかな。なんか水ちょっと違った感じしましたね。あ、もしかして餃子は水入れるけど春巻きは違うんだと思います。そうかもしれないね、もしかして。でも、もう味にかけ、味にかけよう。味にかけましょう。よくわかんないけど、もう一回蓋閉めとこう。じゃあちょっとお借りして。おお、いい絵ですね。よいしょ。行きましょうかな。うん。よいしょ。見てみましょう。うん。ああ。でもこれもなんか美味しそう。大丈夫かな。ちょっと不安ですが。いける。うわ、どうしよう。外れない。やばい。おお、あー、でもいいな。だからこれちょっとしばらく置いとこう。なんか途中まで良かったはずが。どうしようかな。やっぱり私も何なのか。でもなんかちょっと美味しそうだよ。何なのか本当によく分かんないものになってきた。
あー、うん、不安だな。でもいっか、いっか、ここまで来たらやってみましょう。ないものはない。やってみよう。ちょっと中身が生っぽい。生っぽい。これで私先にソースを、はい、あ、お願いします。これでも作りますとか言いたかったんですけど、どうしましょう。とりあえずそれを炒めちゃえばいいんじゃないですか。もうこうなったら、はい、タレで勝負しよう。タレで勝負ですね。まだかな。どうしよう、失敗できないタレ。まあいっか、いっちゃえ。あ、いい音。あとこの中でソースになりそうなもの、醤油いる？醤油入れない。ごま油？ごま油？トマトペーストいきます？ああ、いいかもしれないですね。トマトペースト、な、あのトマトもまだ残ってますけど。え、トマトで細かくして水分出します、タレみたいな感じで。あ、でもスパイスの効いたタレって、あ、スパイスはもちろん入れる。そしてそして、じゃあ水分いきますね。はい。よいしょ。じゃあ、しわー。あ、おいしそう。よいしょ。トマトペーストも入れてみていい？はい。なんかヘラってこういう使い方するもんじゃないけど。まあいいか。おお、あ、結構ドロドロのタレになりそうですね。うん。で、スパイスをかけて。かけてみようか。スパイスはじゃあさっきのラインナップでいいですか？はい。お塩は？お塩はいらない。いらない？いらない。本当、味するこれ。トマトの味がします。トマトの味でいきますか、じゃあ。スパイスと。じゃあスパイスはどんな感じで。じゃあ入ってきますので、はい、ストップって言ってください。はい。ガラムマサラです。はい。ストップ。はい。はい。ターメリックです。はい。はい、まだ行く。まだ行く。ストップ。はい。よし。黄色は好きなんですね。はい。黄色は好き。チリパウダー赤です。次は。はい。これもいきます。はい。はい。ストップ。はい、この子には冷たい。クミン。クミンちゃん。クミちゃん、やっていきましょう。ストップ。はい。クリアンダーもいってみます。はい、はい、ちょっと再ストップ。はい。はい。以上、スパイス入りました。味見いっときますか。先生、いいですか。いや、それはおつぼさんでしょ。いやいや、無理無理とか。おつぼさん、おつぼさんが、ぜひ。トマトですね。あ、でも後から来る香辛料が、あ、でも美味しい。ここ入れちゃっていいですか。便利、減らして使いこなしてるね、減ら。はい、はい、いきます。すごい、私こんな作れるんだ。まなみさんと一緒だと。ソースとか、でもほとんどあれだよ。よし、できました。指示通りに私は動いた。ちょっとよいしょ。すごい、じゃあこのような感じになってまーす。すごい、ボリュームだけは超ある。はい、はい、ということで、できました。できました。私たちが一生懸命想像力を働かせて作ったこれが桃です。てか、桃の可能性ありすぎですよね。だってもう全然、ね、3種類、4種類あるので。じゃあ正解の桃を、正解の桃をちょっと見てみましょう。え？え？あ、小籠包じゃないですか、小籠包の
桃とは、はい、広くチベット文化圏で食べられる小籠包、蒸し餃子、肉まんに類する食べ物。あ、じゃあ1個に決まってないんだね。作り方、餃子も肉まんも、ってことはもう春巻きも、む言ったらももの一部蒸さなきゃいけないんで、これは間違いないですよ。そっか、蒸すのは決まりなんだね。小麦粉をこねて薄く伸ばした皮で具を巾着状に包み加熱した料理。はい、具は何ですか？具は野菜とマトン、ヤクなどの肉が用いられる。これあとはですね、あのソースなんですけれども、はい、トマト色をしたピリ辛のソース。合ってる合ってる。あんまし辛くなかったけど、トマト色はしている。価格はですね、1皿40ルピーほどだそうです。じゃあ大まかなのはちょっと合ってるけれども、蒸したのが正解でしたね。蒸し料理だったんですね。はい、ということで気になるお味を確かめたいと思います。はい、はい、ということで、はい、できましたけれども、私たちのももももまずは自分たちで食べてみましょう。食べてみよう、責任を持って。いただきます。いただきます。ごっつぁんします。ごっつぁんします。どうしようかな。私の完全に違うであろう春巻きもも。じゃあ私も餃子系ももをいってみたいと思います。でも本当にいい蒸し具合ですよ。蒸し具合、匂いは取れない。肉の匂いがする。いただきます。まずはこのままいってみよう、うん、あ、そうそう、うん、うん、うん、おいしい。あ、まあまあ、ちょっとまなみさんに食べてもらいたい。食べたい食べたい。え、これいいの？はい、どうしよう。ちょっと一口食べてみてください。はい、いただきます。餃子いただきます。餃子ね、破壊されちゃうからちょっと気をつけて取ってみてね。はい、あ、はい、ちょっと破壊された。ちょっと普通に美味しくてびっくりしました。うん、うん、おいしい。おいしい。ちょっとすごい美味しくて自分でびっくりしちゃいました。おいしい。え、じゃあこのタレもつけて。うん、餃子もおいしい。なんか意外と、うん、意外と美味しいね。うん、でも美味しい。え、うん、美味しい。タレ美味しい。本当にタレ美味しいね。本当に美味しいやった。あ、タレもすごい。スパイスが意外と効いてて、ちょっとびっくりしますよこれ。食べたくなったでしょ。なんかうまいな。じゃあちょっとこのシューマイ型マックいってみますね。うん、まさかの、うん、大成功と言ってもいいんではないでしょうか。これはぜひ動画を最初から見返してですね、私たちの手順通りにぜひ作ってみてください。うん、うん、あのぜひスタッフさんも食べてください、この美味しさを。だってちょっと信じてないもんね。まだね、みんな疑いの目で見てる。はい、ということで、じゃあ、まず私たちはごちそうさまということで、はい、あのごちそうさまの場合もごっつぁんですをやるんですよ。え、またやんの？いやいやいや、いくらでも。いやいや、え、待てよ、この番組は。番組タイトルではなく。いや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 、もうごっつぁんと共に生きてる私たちなので。私たちなんだ。はい、わかりました。じゃあ成功したことですし、はい、行きますか。じゃあ私が世界の食卓っていうので、一緒にごっつぁんです、あの手も入れてこう右、あ、左、右、真ん中やりましょう。はい、世界の食卓ごっつぁんです。いや、美味しかった、よかった。いや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 、じゃあね、うん、次回もそうですね、教訓を生かして。だって初めて一緒に料理したんだもんね。そうですね、はい、いや、ちょっと私切り方とかもちゃんともうちょっと覚えてきます。本当にカリスマ性と想像力があるのは本当によくわかりました。はい、ありがとうございます。ということで、世界の食卓ごっつぁんです。また次回お楽しみに。